はい、というわけで皆さんこんにちは、サーキングでございます。さて今回はですね、こちら NAB48 劇場の方に来ております。さて今日は2023年8月26日の土曜日ということで、今日はこの NAB 劇場で行われますチーム B2 なんば横開花宣言公演の方に参戦をしていきますということで、お久しぶりの南海公演スカーフへの道でございます。よいしょ。いや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 、めちゃくちゃ期間が空いてしまいまして、ちょっとね B2 のファンの皆さんには申し訳ないというところにはなってしまいましたが、前回が第1弾で1月、なんと約7ヶ月ぶりという、ちょっと空きすぎやろってね思われるかもしれませんけれども、まあ、なかなかね、あのケイトちゃんの出てる公演っていうのを参戦する機会というのが多いので、そもそも B2 に入る機会というのが多くはないんですが、まあ、今日の公演はですね、おしめの塩月ケイトちゃんが2月以来久しぶりにまたぐということでございますので、じゃあ久々に南海公演も行こうじゃないかということになりまして、この度参戦することとなりました。まあ、ケイトちゃんのおかげで久々にね B2 の南海公演も行くことができて非常に嬉しいですし、まあ、個人的にはセットリストはねこの南海公演が一番好きだったりしますから、心の底から楽しんでいきたいなと、そういう風に思っております。というわけで今回の動画はですね、 NAB48 チーム B2 なんば笑顔開花宣言公演スカーフへの道第2弾でございます。それでは早速本編参りましょう。はい、というわけで今回もどうぞよろしくお願いいたします。というわけで早速ね、今回のチケットの方を皆さんにお見せしていきたいと思います。久々やで、この文字面、チーム B2 なんば笑顔開花宣言公演というふうに書いております。まあ、先ほども申しました通り1月以来の参戦でございますからね、だいぶ空いたなと、そういうふうに思うもんでございますけれども、まあ、この度ね、私の示し塩月ケイトちゃんがまたことになったってことで、ありがたくも参戦をさせていただくことになりました。まあ、ケイトちゃんね、以前2月にこの南海公演またいでるんですが、まあ、その時は平日で、まあ、まだ仕事の関係でね、残念ながら行くことができなかったんですよね。まあ、そういった意味でもこのビーツの南海公演に久々に参戦できるだけでなく、この南海公演をケイトちゃんがまたいる姿を見るのも初めてということで、本当にいろんな意味で楽しみな参戦ということになります。そして今回の番号は113番。まあ、いつもこいつではですね、最前路線チャレンジというのをやっておりまして、最前路線にこの番号がいけるのかっていう風にやってますが、まあ、今回は最前路線を狙うのではなく、まあ、この公演のラストに行われるラッキーナンバーターゲットだったかな、まあ、そちらの方でね、メンバーが、まあ、まとわってみたいなのを確かやるんだと思いますけど、それに当たればスカーフがもらえるっていう、そういうやつでございまして、果たしてそのチャレンジが成功するのかどうかっていうところで、今回は注目してご覧いただけるといいかなと思います。今回はオープン17時半のスタート18時、まあ、今日は昼夜公演ということでございますので、スタートは18時ということになりました。もうすぐ会場の方が始まっていくということで、そろそろ劇場に入っていきたいと思います。はい、というわけで、いやほんまに改めて何遍も言いますけれども、ケイトちゃんが久々にまたいでくれると、そして僕自身も見るのが初めてですから、心の底からワクワク楽しみな気持ちでございます。一体どんな楽しい時間が待っているのか、そわそわワクワクしながら劇場に入っていきたいなと思います。というわけで、それでは久々の南海公演参戦行ってきます。はい、というわけで NAB 劇場の南海公演が終わりまして、先ほど出てきてまいりました。さあ、それではですね、で今回の B2 南海公演スカーフをゲットできたかできなかったか、皆様にお見せをしていきたいと思います。それでは参りましょう。南海公演スカーフへの道、スカーフゲットを。はい、ということでご覧の通りでございます。持っているのはチケットと、そして今日買った写真だけということで、今回はゲット7つということでございました。いや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 、まあまあね、仕方ないでしょう。まだ2回しか挑戦しておりませんで、8月にしてようやく2回目ですからね、これはもう全然それで問題ないと思います。ゲットできなかったこと以上にですね、推しメンをこの南海公園で見ることができたっていうのが、この上ない幸せなんじゃないかなと、そう思います。はい、というわけでここからはですね、この写真を見ながら今回の参戦の感想を喋っていきたいと思います。まあ、久々の参戦ですからね、積もりに積もった感想というのがあるので、そちらの方を語っていきたいと思います。それでは喋っていきましょう。はい、というわけで改めまして、こちらが今回の出演メンバー10人ということになります。まあ、今回は何といっても、まあ、私の主演が久々にまたいだということで、しかもまあその時は見れなかったですから、ようやく生で見れて嬉しいなと、そう思うものでございます。そう、塩月ケイトちゃんですね。まあ、普段やっぱ M のね、こいつで見てるケイトちゃんは、この B2 の演目、そしてこのメンバーの中に紛れてるっていうのはね、結構
いい意味で違和感があったんですが、でも逆に言うとね、年齢が結構このみんなと近いじゃないですか、ケツちゃん。フレッシュさ溢れてて、全然違和感なかったんですよ。でもだから、ケツちゃんがいるっていうこと、その事実だけが違和感があるだけで、本当にそれ以外は本当に馴染んでてですね、すごいなと思いました。やっぱ、いや、なかなか良かったですよ。なんか、ずっと可愛かったな。本当に本当に。まあ、大体このビーツの曲はですね、まあ、かっこいいキリッとした曲よりは、まあ、可愛らしいフレッシュな曲っていうのが多いので、やっぱケイトちゃんのその魅力っていうのがね、存分に放たれる、そういう、まあ、セットリストだと思うんで、めちゃくちゃ可愛かったなっていうのが第一印象でした。まあ、M の恋凸でもね、そういう感じはしますけれども、また違う B2 のセットリストになると違う可愛らしさっていうのをね、見せてくれてよかったなと、そういう風にも思うまでございました。はい、それでは全体的に感想を喋っていきましょう。まあ、本当にですね、あの、何遍も言いますけれども、これ1月以来の参戦なんですよ。ほんまに久しぶりすぎてですね、なんかちょっと感覚が鈍ってこうへんかな、大丈夫かなと思ってましたが、思いのほかね、あの時の感覚を忘れてなかったような気がしました。久々の参戦だったけど、久々な感じがしなくて、本当にいい感じだったんじゃないかなっていう風に個人的には、そう思いましたね。本当にすごく楽しかったし、やっぱね、セットリスト的には M の恋凸がどうなんだろうな、いい勝負してんのかなって感じ。もしかしたら恋凸よりも外にだけで見ると本当に好きな公演なんかなというふうに思うので、本当に良かった。また久々にね、こうやって参戦することができたっていうのは非常に嬉しいものです。まあ、それのきっかけがね、自分の推し目だと思うと余計なんか嬉しいもんでございますけれども、まあ、何でも言いますが、本当にめちゃくちゃ可愛らしかったし、でもね、これはね、ケツちゃんだけじゃないですよね。本当にもう出演メンバーみんなの可愛らしさが溢れてるっていうのが、この B2 は特にフレッシュな曲が多いですから、そういうイメージをすごく感じさせてくれるようなね、そういう構成になってるんでね、まあ、やっぱケイちゃん以外のみんなもそれぞれに可愛らしさを発揮してたかなという印象を感じております。まあ、ワカニャンはね、もともと結構好きなんですけど、ジオンちゃんね、最近ジオンちゃんいいなと思い始めてきているんですが、なんかすごいなと思って、表情もすごく可愛らしいだけでなく、キリッとした表情といいますか、そういった表情管理というのもね、すごく良かったなって、まあ、僕全然プロとかそんなではないんですけれども、本当にまあ長年こうやって公演とか見続けてきてね、そういうタイプの子が好きだったりするんですが、本当にすごいなと思って、いろんな表情を見せてくれるのがね、すごくいいなと思ったものでございましたんで、ケイトちゃんはもちろんですが、まあ、ジオンちゃんもケイトちゃんについでですね、本当になんか印象残ったなっていう感じでございました。まあ、印象残ったってね、こうやってこの2人だけ名前挙げちゃってますけど、今そんなことないですよ。2人だけじゃなく、本当にみんながそれぞれ印象に残る、本当に素晴らしい参戦だったんじゃないかなと、そういうふうに思います。まあ、もうすぐ組閣を迎えまして、出口チーム B2 にまあ変わっちゃうっていうところなんですよね。まあ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 、 M もそうですし、 N もそこは例外ではないですが、やっぱね、この公演が終わる寂しさももちろんありますし、やっぱこのチーム B2 というのは7期8期のメンバーによって構成されてたっていうのもね、なんか一つ面白みがあったと僕個人的には思ってるので、あ、もうすぐ終わっちゃうのかそれもって思うと、なんかちょっとすごく寂しい気もしますけれども、まあ、またもう一回ぐらいね、参戦することができたらいいななんて、そういう風にも思ってますし、まあもうどうなんだろうか、もうまたがないかな、できればね、もう一回ぐらいまた入れていただいて、もう一回参戦できたら幸いだななんてね、そういう風にも思いました。まあ、本当にみんなそれぞれの、可愛らしさ、嬉しさ、それが溢れ出てて素晴らしい公演だったと思います。 MC も結構面白かったな、今日は。はい、なかなか素晴らしい感じだったんじゃないかなと思うし、まあ、ケイトちゃんがこの B2 の MC でもボケましたね。素晴らしい、ケイトちゃんがボケましたっていうね、やっぱあのノリが M だけかなと思ってたら、まあ、ナンバーライティでもあるし、他の公演出てもあるんでね、まあ、このノリはぜひともどの公演出ても継続していただきたいな、なんでね、そういう風に思います。はい、というわけで、久々の南海公演参戦で、しかも前回は1月ですから、実はコールが解禁されてからは初めての参戦だったですよね。そう考えるとすごく感慨深いものがあるなと言いますか、あ、そっか、コールしてなかったんだなってね、途中でちょっと見てる時に気づきまして、あ、そっか、そう考えたらいいタイミングで参戦できたな、なんてね、そういう風にも思いました。で、まあ、中にはね、コールが久々っていう曲もあったりしたんで、あ、そうかそうか、こういうコールだったかっていうのも思い出しながら見ることができたんで、そういう意味ではね、結構楽しかったんじゃないかなと、そういうふうに思います。はい、そしてですね、今回もう1枚買ってるんですよ。まあ、いつもね、日替わりの買ってるんですけども、やっぱこれ記念ですよね。南海公園ケツちゃんがまたいだってことで、これはまあお昼のやつになるんですが、日替わりの写真も買わせていただきました。ここにもケツちゃんがいるってことでね、やっぱこれは記念すべきと言いますか、まあ、僕は前回の2月のまたぎの時は参戦ができてないんで、そう考えるとようやく参戦することができたんで、
良かったなという思いでいっぱいでございます。はい、というわけでそろそろねお家の方に帰ってこの動画も締めていきたいというふうに思います。本当にねすごく楽しい参戦ということになりました。チーム B2 の皆、そして塩月圭ちゃん、本当にありがとうございました。それではお家に帰りたいと思います。はい、というわけでねお家の方に帰っていきましょうか。これが道具屋辻、そしてこっちがサウスロード千日前、まあサウスはね南ってことでハートちゃんで、こっちは道具屋辻の歌で有名な塩見って、まあ、いつもそんな風に呼ばせてもらってるんですけれども、まあこれはねいつものごとくです。久々の B2 公演参戦なんですけど、こんなに間が空くかと。前回が多分1月とかなんで、あーそっか、そんなに空いちゃったんだなってね思っちゃいましたが、まあまあいろいろとお仕事もそうだし YouTube もそうだし、まあ実際イベントもね結構そこから増えてきたりしたんで、なかなか劇場公演に行く機会というのもねそんなに多くなかったですが、まあまあこういうとつはちょこちょこ行ってたけれども、まあ他の公演もねなかなかちょっと行くことができてない公演も多いんでね、ぜひともまあケイチちゃんが仮にいなかったとしてもね、もう1回ぐらい特にチーム N の夢中ライブと今回の技術の南海公演は入っていきたいなと、そういう風に思います。はい、というわけで本当にめちゃくちゃ楽しい参戦となりました。NAB48 のチーム B2 のみんな本当にありがとうございました。それでは締めくくっていきたいと思います。エンディングです。はい、というわけでエンディングでございます。ということで、いやいやいや、ほんまにめちゃくちゃ最高に楽しい参戦となりましたし、1月以来やったんかとかね、まあいろいろな感情にもなることができました。まあケイトちゃんのまたきっていうのもね以前あったけど、その時は仕事の関係で参戦できなかったんで、そういった意味ではですねようやくケイトちゃんが出る南海公演っていうのを見ることができたっていうのは、ある意味一つ夢が叶った、そんな気がしてよかったなと、そういう風に思うものでございました。本当にめちゃくちゃ楽しい参戦でございまして、みんなには感謝してもしきれないぐらい感謝の気持ちでいっぱいでございます。本当にありがとうございました。それではそんな万感の思い、感謝の気持ちを込めて締めくっていきたいと思います。本当にありがとうございました。それでは締めくっていきましょう。はい、というわけで今回の動画はご案内で締め下げたいという風に思うわけでございます。はい、というわけで今回の動画はですね NAB48 のチーム B2 南米が開花宣言公演スカーフへの道の第2弾ということで、まあ、そちらの方は残念ながら失敗というか残念な結果ではありましたが、まあ、もうそんなん関係ないんですよ。おしめのまたぎを見ることができて、そして久しぶりの南海公演、初めての航路解禁後の参戦というのもね、まあ、いろいろ重なって本当にめちゃくちゃ楽しい参戦となりました。この B2 の公演も残りわずかですのでね、ぜひとももう1回2回ぐらいは参戦できたらありがたいなと、そう思います。またその機会がございましたらどうぞよろしくお願いいたします。はい、というわけで今回の動画はここまでです。ご視聴いただきましてありがとうございました。今日も楽しんでいきましょう。ありがとうございました。